はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。今回から新規案件だな。はい、今回からしばらくは、短めの案件を進めていこうと思っています。そうなの？これまでは、この案件はおすすめなんだけど、そんなに検索されないかな、とかそんな邪念があったんですけどね。最近はなんというか、巡航速度に到達した感があるので、おすすめ案件も手をつけていこうと思った次第です。わかったようなわからないような感じだけどわかったぜ。で、今回の依頼者は？カーバル宇宙開発局さんです。依頼内容は、ムーンへの到達、ムーン。地球でいうところの月ですね。ここ、惑星カーバルの衛星の一つです。宇宙開拓ってことかな？いえ、宇宙船、というか宇宙ロケットの設計です。そのためのロケット組み立て棟がここですね。一番大事なことを聞こう。なんです？そのロケット、誰が乗るの？オーナーに乗ってもらって、と派手に賛下していただいても面白いんですが、ちゃんとカーバル星人のパイロットがいるのでご安心ください。よかった。素直に安心してるし、依頼者さんは資金は潤沢なんですが、基礎研究が足りていません。サイエンスポイントを集めつつ、ムーンへの到達を目指しましょう。了解だぜ。あまり時間をかけずに、4、5回で終わる程度にしてくださいね。え、何その制約。さて、まずはサイエンスポイントをゲッチしていこう。基礎となるコマンドポットに、パラシュート、はまだいいや。パラシュートがないと着陸できないんじゃないですか？いいのいいの、まだ飛ばないから。ほう？コマンドポットに偶格納ユニットをつけたぜ。偶って何？もう一個ぐらいつけとくか。よし、一旦完成。ロケットとは呼べませんね。そうだな、ただの観測装置だ。名前を適当につけて、設計を保存しておこう。なんて名前にします？社名にするか、ハグレイット。私の名前がついたロケットとは、なんだかムズがゆいですね。流星からの物体に罹患してない。頭から足が生えたりしません。さて、ここが発射場だな。朝日が綺麗だ。発射も何も、まだ飛べませんけどね。だな、早速発射場の観測をして、サイエンスポイントを入手しよう。まずは偶格納ユニットだ。グーって何？よし、もう一つも言っとこう。次はクルーのレポートを記録する。地面に置かれた入れ物に入ってるだけですけどね。乗り心地とか大事じゃん。オッケー、EVA 行ってみよう。お、これがカーバル星人か。そうです。緑、と呼ぶ人もいますね。地表サンプルと、EVA レポートを頼む。地表サンプルったって、そこら辺の月ですが、未知の細菌が発見されるかもしれないだろ？新しい味噌が作れるとか。私は麦味噌が好きです。せっかくだから、宇宙服でちょっと歩いてみてくれ。なんだか可愛いですね。知性はあまり感じないが、愛嬌がある。それに、宇宙愛に溢れている顔をしているな。喜んで爆散しそうですよね。よし、組み立て棟に戻ろう。サイエンスポイントをゲッチしたぜ。ポイントを使って、新しいパーツを解放できるようです。早速解放しに行こう。はい、この研究開発センターで、新技術を研究しているようです。どれどれ？これはロケット関連か。液体燃料エンジンとか、大きな固体燃料エンジンとかがありますね。後回し、基礎工学の、温度計が欲しい。温度計？あ、これもサイエンスポイントが入手できるんですね。ザッツライト。まずは、サイエンスポイント関連を解放していこう。よし、次。まだポイントが余ってますね。サバイバビリティの、気圧計が欲しいな。頭痛がする時の原因切り分けに使えそうです。それは天気予報を見たらいいと思う。こんなもんだな。組み立て棟に戻ろう。温度計と気圧計を、白霊霊号にくっつけていくぜ。霊号というと、最強なイメージがありますね。リミッターが不完全で、自滅しながらも凄まじい力を出せる的な？そうです。某アニメの初号機から来たイメージですかね？暴走とかはそうかもな。そんなこんなで、温度計と気圧計からもサイエンスポイントをゲッチしたぜ。これで発射場でのポイント採集は終わりましたね。よっしゃ、飛ぶか。やっとですね。飛ぶことを考える前に、落ちてきた時のことを考えねばならない。搭乗している緑さんが墜落死しますからね。ということで、先っちょにパラシュートをくっつける。これで落下速度を殺して、安全に着地できるわけだな。安全大事ですね。まあ弊社のクローン技術を売り込んでもいいですが、カーバル星人は喜んで使いそうだよな。デカプラーという切り離し装置もつけたぞ。切り離し？燃料が空になったロケットは邪魔でしかないからな。それを分離するための装置だ。なるほど。そのロケットがこれですね。まだ、この固体燃料ロケットしかないな。おいおい、でかいやつとか、液体燃料ロケットも解放していこう。はい、名前をつけましょうよ。白霊スペシャルとか、デラックスとか。1号で。普通ですね。どこにもデラックス要素がないから。
じゃ、実際に飛んでみようか。の前に、ステージングの確認だ。ステージング？ロケットは、いろんな装置の塊だ。それらが起動する順番をステージングという。最初にパラシュートが開いても困るだろ？なるほど。問題なし。行こう。改めてステージングの確認だ。最初にロケットが稼働し、船体を空へ押し上げる。燃料がなくなったら切り離し、最後にパラシュートだ。間違いないですね。あ、でも切り離しとパラシュートはまとめられるな。そうなんですか？途中で開いちゃったりしません？大丈夫。パラシュートは、ある程度の高度になったら自動で開いてくれるから。賢いんですね。なら安心です。SAS という機能をオンにしておく。保健調査員の人がいたところですか？ではない。自動で姿勢制御してくれる機能だな。これまた安心ですね。オールグリーンだ。飛ぶぞ。はい。おお、急加速。燃料がすっぽい勢いでなくなっていくな。もうちょい水力を絞っておけばよかったか。初フライトがあっという間に終わってしまう。燃料なくなりました。よし、分離だ。からロケットが、後方に吹っ飛んでいきましたね。形状的に空気抵抗を受けたんだろうな。あ、パラシュート開いちゃった。早すぎません。やっぱ、ステージングは分けておくべきだったかな？まあ、まだ半解散だから、ちょうどいいブレーキだ。上昇にブレーキかけてどうすんですか？今のうちにサイエンスポイントを集めよう。なんて慌ただしい。オッケー。さすがに EVA はやめておこう。時速300キロ近くある飛行物体の外に出るべきではないですね。あとは緩やかに落下していくぜ。たった1分足らずで、組み立て塔が豆粒のように見えます。しかし、切り離したロケットは、建物を直撃するんじゃ？大丈夫。緑たちは気にしてないみたいだ。ほら、こんなに幸せそう。単に危険を把握してないだけって気もしますけど、鈍感だからといって悪いことじゃないぞ。敏感で不幸になることもあるからな。そういう問題かな？ほい、着地。お疲れ様でした。無事に帰ってこられてよかったです。EVA レポートと、機能サンプルよろしく。最初のフライトは成功したな。やっぱり打ち上げすると楽しいですね。だな。どんどん組み立てて、どんどん打ち上げていこう。次は、もうちょっとロケットっぽくしよう。ロケットっぽく？多段式にする。上昇しながら、空になったロケットを切り捨てていく方式だ。おお、なるほど。それはロケットっぽい。スペースシャトルなんかは、すべて持ち帰りですもんね。スペースシャトルだって、打ち上げ時はでっかいロケットを抱いていくぞ。パーツをリサイクルできるという想定だったんだけど、実際は使い捨てロケットの方が低コストだったもんだから、退役しちゃったな。夢の宇宙王冠戦だったんですけどね。いつか、50万円ぐらいで宇宙旅行できる日が来るといいよな。私は土星の輪っかの上で寝てみたいです。それはまたなんか次元の違う夢だな。空力パーツをつけて完成と。よし。ではもう一発行ってみよう。率直な感想なんですけど。何？見た目的に、ロケットというかミサイルですよね。V2 ロケットの子孫という意味では、どっちも同じもんだから、目的とペイロードの違いぐらいかな。なるほど。SAS、オン、ステージングチェック OK、イグニッションシークエンススタート。3、2、1、オールエンジンランニング、リフトオフ。間もなく1段目終了。2段目スタート。間もなく2段目終了。3段目スタート。かなりの高さまで来ましたね。遠くが丸く見える。3段目を使い切る頃には、もっと高度が上がってるぞ。間もなく3段目終了。ほい。断熱圧縮が落ち着くのをちょっと待とう。よし、切り離し。初フライトとは段違いな高さまで来ました。3倍とちょっとだな。だけど、これでもまだ宇宙じゃない。そうなんですか？遠くが暗く見えますけど、もう2倍ぐらい高く飛ばないと、まだ大気があるんだよ。大気圏突破は次回の目標にしよう。はい。では、慌ただしくサイエンスポイントを集めているところを見ながら、今回はここまでです。引き続き、我が社をよろしくな。ご視聴、ありがとうございました。
けでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。